いやこれがねなかなかね老害と言われてましてね、私も最近若手のお笑い連中がいい加減やめろって言われてるんですけど、こればっかりはねもう本当にね隅っこでもいいからテレビの業界にねしがみついてね残ってやろうと思っててね、なかなか卒業できないんですよ、なかなか。だから卒業自分からねやめろって言われるまではなんか自分から卒業しますよくね、乃木坂の子とかよく自分から言い出すなと思いますよ本当に。あんなに人気あるのにっていうのは、僕だったらね多分僕は乃木坂だったらですよ、おばあさんになるまで踊り続けると思います。うちのかみさんは面白いって言ってもらいましたし、あとはまあそうだな、昨日ちょうど阿川さんと対談して、阿川さんもこれは面白かったよって、あとさっき宮根さんが読んで面白かったですって、まあ全部社交辞令でしょうけどつまんなかったですっていう人いないだろうからね。だから道夫さんからもっと具体的な感想とかっていただいたりは、それはこれからだと、もう社長も今このことで手一杯なんで、なかなかそうじっくりねその内容について話すっていう機会まだないんですけどね、ちなみに相方田中さんは多分明日から始まる WBC でもう頭がそうそうそう、そっちでいっぱいだと思いますよ。いやだから大谷の凄さですよね、こんな別にみんな言ってることだけど本当にびっくりした、ね、2打席連続スリーランは。だからちょっとうちのマネージャー野球やってたんでそれと話してたんだけど、大谷選手ってのはちょっと歴史上にから途切れてるんだよね、なんかその今までの野球の歴史からなんかつながってなくて、突然出てきた感じ、突然変異みたいな感じで、あんなの目の前で見せられたら、まあプロの人も言ってたけど大谷のバッティングはあんま見ない方がいいと、自信なくなるからっていうんで言ってたけど、それ聞いて俺もだからあんま見ないようにしてる人間としてのレベルが違いすぎるっていう感じはしますよね。はい、ありがとうございます。じゃあ次この辺りお願いします、はい、こちらです。これもお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いやすいません、はい